俺の名はモブオ。とある企業に勤めるごく普通のサラリーマンだ。今日も残業か。モブオ、お疲れ。俺今日はそろそろ上がるわ。早くないか。実はこれからデートなんだ。彼女に会うの楽しみでしょうがないよ。あ、デート。そう。お前は彼女作んないの？俺はほら、今は仕事が恋人って感じかな。いろいろ集中したいからあんまり構えないし、そういう存在は必要ないよ。ま、それもありだよな。じゃ、お疲れ様。お疲れ。なんてカッコつけちゃったけど、本当は彼女欲しいよ。立ちました。え、何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。立ちました。え、どうして君がここに。俺はただ彼女を欲しがってただけなのに。モブオさんみたいな一切特徴のないいいところも特にない人が恋人を作るなんてうまくいくわけありません。つまり死亡フラグということです。なんだと。俺だっていいとこくらいあるよ。ちゃんと働いてるし、あと毎朝隣の家のおばあちゃんに挨拶してるし。それはまあ確かにいいところですけど、アピールポイントがちょっと少ないですよ。世の中他にももっといいところのある男性がたくさんいると思います。うわ、それは確かに。それなら努力して他にもいいところを作れば俺にだって彼女ができるはずだ。そんなにうまくいけますかね。早速このどんな男も立ちどころにモテモテブックを読んで頑張るぞ。何ですかその本、うさんくさ。まずは何をすればいいんだろう。清潔感を出す。よし、清潔感を出すために髪型と眉を整えるぞ。眉の整え方なんてモブオさんにわかるんですか。いつも同じ T シャツ着てるのに。それは関係ないだろ。要は理想の形を思い浮かべて、そこからはみ出てる部分を剃ったり抜いたりすればいいんだよ。それなら眉毛なんていっそのこと全部なくていいんじゃないですか。清潔感は抜群ですよ。そうかな。でも全部抜くのは抵抗あるかも。モブオさんごときに眉毛があろうとなかろうと大した差じゃないですよ。いい機会ですし、全部やっちゃったらどうです。いい機会かな。サラリーマンで眉毛の全部ない男性はかなり珍しい種類の人です。希少価値でモテるかもしれませんよ。なんでそんなに俺の眉毛を抜きたがるの。まさかそういうフェチ。気持ち悪いこと言わないでください。ヒゲもきちんと剃って清潔感を演出するぞ。眉も剃ってヒゲも剃って、ただでさえ特徴のない顔のモブオさんからそんなにいろいろ削ぎ落としたら、もう何もなくなっちゃいますね。むしろヒゲはあった方がいいですよ。マジックでたくさん描いてみるのはどうでしょう。普通に嫌だよ。これもモテの道ですよ。マジックで顔にヒゲが描いてある人は絶対にモテないでしょ。今の時点でモテてないモブオさんに何がわかるんですか。その通りだけどさ。でもさすがに顔に落書きしてある人はモテないでしょ。うわ、いつの間にかヒゲがボーボーに。あら大変、モブオさんの顔に落書きが。そんな人はモテないというなら彼女を作るのは諦めるべきです。いや、そうは思わないよ。だってこれ鏡に落書きしてあるだけだし。さすがのモブオさんでも騙されませんか。俺のことを何だと思ってるの。女性の心理を知る。女性から好かれるにはその心理を知ることが重要。というわけで本をたくさん買ってきてから読むぞ。まず一冊目はこれ、子犬のコロちゃんの大冒険か。子犬のコロちゃんは元気な男の子。野原を元気に走り回っていると、痩せ細った老婆が奇妙なしわがれ声で。ってこれ絵本じゃん。フラグちゃん何やってんの。私はそんな本よりこっちの本のが面白いからモブオさんに勧めてあげてるだけです。決して邪魔しようとしてるわけじゃありません。邪魔してるんだ。まあなんで邪魔しようとするの。フラグちゃんの意地悪。気持ち悪い言い方やめてください。それに意地悪とかじゃなくて、これはモブオさんの彼女ができず寂しすぎて死ぬっていうフラグ回収のために仕方なく仕事でやってるんです。仕事。このクオリティの低いいたずらが。立派な死神の仕事です。フラグちゃんにとってそれが仕事なら、俺にとって彼女を作ることは使命。こんな妨害に負けず努力を重ねて必ず彼女を作る。モブオさん、かつてない熱さです。もしかして私が邪魔したことで逆に燃え上がってしまったんでしょうか。ガンガンに自分を鍛えていくぜ。経済力。まずは女性の気持ちを知って相手を喜ばせることのできる男になる。今はこういうデートスポットが流行ってるのか。おしゃれで高そうだな。モブオさん。でも女性は仕事をバッチリこなす高収入の男性が好きなはず。
資格を取って手当で年収を上げて、この店で軽くご馳走できる男になってやれ。どうしよう、無謀さん珍しくツッコミようもないほど真っ当に努力してる。これじゃ本当に無謀さんに彼女ができちゃうかも。いや、無謀さんに限ってそんなはずはありません。どうせそのうちすぐに飽きて、努力しなくてもそのままの俺を愛してくれるナイスバディなお兄さんから好かれたいとか言い出すに決まってます。フラグちゃんの予想に反し、モボは努力を重ね、いつしかどこへ出しても恥ずかしくない紳士となっていた。モボ君、最近活躍目覚ましいじゃないか。上の人も君を褒めていたよ。ありがとうございます。会社の発展のために力を尽くしています。モテたくて頑張ってるだけですけどね。これだけ魅力的な男になれば、彼女だって必ず作れるはずだ。そうですね。で、誰を彼女にするんですか？誰ってそりゃ、誰だ。そういえばここ数年新しい異性となんて知り合ってないぞ。会社の人は既婚者多いし、友達はもともと全然いないから紹介してもらうのも、友情が恋に発展みたいなことも全く期待できないし、終わった。そう、無謀さんには全然出会いがありません。たとえどれほど魅力的になろうと、見てくれる相手がいなければ無意味。つまり無謀さんに彼女ができることなどありえません。だって誰とも出会ってないんですから。いや、まだ方法はある。方法？出会いの場は自分で作ればいいんだ。知り合うきっかけ。部屋にいたって異性と簡単に出会うことができる。そう、マッチングアプリならね。うん、でもこういうアプリにはたくさんの人が登録してるんですよ。この中で自分と相性ぴったりの人を探すなんてできるんですか？大丈夫、たくさんのコミュニティがあるから、自分の気になるカテゴリーを除けば気の合いそうな人を探せるんだよ。お、この女の子 J-POP が好きとか普通が一番のコミュニティにも入ってる。それに洋画好きなんだ。俺とすごく気が合いそうだ。こんなに共通点があるなんて奇跡じゃないか。その3つが好きな人あんまり珍しくないと思いますけど。いいのボタン押してみようかな。やった、マッチングが成立したぞ。え、早速メッセージを送ってみよう。俺さ、お店に入っても店員からしばらく気づいてもらえないんだ。私も飲食店ではいつも注文を忘れられちゃうの。モブオとモブミはモブ顔あるあるで楽しく盛り上がった。すっかり距離も縮まった頃、二人は自然と会う約束を交わしていた。調べたんだけど、少し先に可愛いカフェがあるんだ。行こうか。うん、あのモブオさんがちゃんとエスコートしてる。それになんだか盛り上がってる。アプリでも散々楽しそうにメッセージのやり取りしてましたし、現実で会っても違和感ないって感じですね。別にモブオさんのデートが気になるわけじゃないですけど、私はただモブオさんに立った孤独死という死亡フラグを回収するためにここにいるわけで、そう、これは仕事、仕事としてモブオさんを見守っているんです。って、置いてかれちゃいます。こういうカフェのメニューってすぐ日替わりランチとかおすすめランチにしちゃうよね。そうそう、勧められるとつい気になっちゃう。俺らすごく普通だからね。とっても盛り上がってますね。邪魔できないかと思ったけど、全然つける隙がありません。そうだ、この後行きたい場所があるんだ。え、どこ？綺麗。確かロマンチックに告白されたいってコミュニティに入ってたよね。あ、それってモブミさん。いや、モブミ、俺と付き合ってくれ。モブは嬉しい。愛の力で死亡フラグが消えちゃいました。マッチングアプリペアーズ、恐るべし。紹介というわけで、今回モボーさんが使ったアプリは利用率ナンバーワンの恋活婚活アプリのペアーズです。恋人ができたユーザーはなんと延べ20万人以上。気軽にタイプな人を検索、詳細なプロフィールで気になる人を見つけていいね、マッチングすればメッセージのやり取りができるんだ。共通の趣味や価値観を持った相手と盛り上がれて、俺みたいに運命の人と出会えちゃうってわけ。そう、俺みたいに。君もペアーズで愛する人を見つけちゃおうぜ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって、フラグちゃん。待て。